今回はこのまるちゃんの豆乳担々麺を食べたいと思います。がっつりうまいマジ盛りですね。今届けたい本気の一杯ということで、なんと麺ラーメングランプリでうま辛でやみつきになる部門優勝みたいですね。まあ、これもちょっと優勝部門がいっぱいあって、まあ、どれが一番美味しいのかちょっとわかんないですけど、まあ、フルルですね。池袋にあるラーメン監修で東京の名店ってことですね。ラー油の辛みとスパイスを効かした豆乳ベースの担々麺らしいですね。こちら、で特製湯が後入れでついてます。でちょっと開けてお湯を入れていきたいと思います。担々麺ですかね、やっぱり。ではちょっとこれからお湯を入れていきたいと思いますので少々お待ちください。熱湯を入れて3分待ちます。それではお湯を入れて3分経ちましたので食べていきたいと思います。まずはこの特製湯ですね、後入れを入れていきます。辛そうな味、色ですかね、こちら。いや、なんか担々麺の匂いがしてきました。おお、いい感じです。美味しそうな匂いと炒めですね。そうめんですね、こちら。じゃ食べていきます。結構ピリ辛ですね、こちら。ピリッとした感じでやっぱり美味しいですね、こちら。担々麺の辛さもただ辛いだけじゃなくて、深さのあるような辛さですね、こちら。奥深い辛さです。麺も結構細麺の割には歯応えのある麺でしたね、こちら。いや、美味しいですね、こちら。本当に担々麺です。まあ、豆乳っていう感じがしないですけどね、本当に美味しい担々麺って感じですね。
美味しくてもほとんどなくなっちゃいましたね。つるつるとピリ辛で食が進むような味ですね。うん、またちょっと塩分が 5.3g と多いんですけど、美味しくて全部飲み干しそうですね。まあ、美味しくてまた全部飲んじゃいましたね。美味しかったです。後味がやっぱ豆乳ですかね。ちょっと初めはちょっと気づきませんでしたけど、後味が豆乳で非常に飲みやすいような担々麺になっております。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。